さあ、ようやくやってきましたよ。集まれ動物の森。またこの世界に戻ってきたぜ。牧場物語やって、あつ森やって、また牧場物語やってみたいな。なんかそれをね、最近交互に繰り返してますね。さあ、そういったところで僕の島では、すでに桜が咲いております。タイムトラベルをしすぎて、もうすでにね、季節は4月ですよ。さあ、そういったところでね、今日は、何について話していくかというとですね、まずはこちらの方に行きたいと思います。で、どこに向かってるかというと、トビーくんがね、なんとうちの島にやってきたんですよ。まあおそらくね、前の動画か、前の動画見ていただければわかると思うんですが、このね、トビーくんをようやくね、勧誘することに成功しました。おー！初めて入った。なるほどね、こんな部屋なんや。まあ一応ね、紹介映像とかでは見てたんですが、実物見たのは今回初めてやな。おー。特にね、僕がお気に入りなのがこちらですね。この赤い橋。めっちゃ良くないですか？どうだい社畜くん。僕のプライベートスペースは、どれもこだわりがあって自慢なんだ。確かに。すごいな。こだわりを感じるよね。ぜひ、いろいろと見て感じていってほしいな。ケロケロ。可愛くない？この子ね、女の子に見せかけて実は男の子だからね。そして、この赤い和風の橋。まあ赤い和風の橋じゃないか。なんて名前だっけ？ケロッピーの橋とか多分そういった名称だったと思うんだけど、これね、汎用性高そうですよね。家の中だけじゃなくて外に置いても映えそう。あとはさ、この縁側もめちゃくちゃ使いやすそうですよね。確かこの縁側に関しては、飛び森時代も確かありましたよね。懐かしいね。これもね、外に置くことによって、疑似的に和室を作ることもできるし、これからね、かなり流行りそうな家具だなと思いました。特に和風島を作ってる方であれば、歓喜じゃないか。やったぜーみたいな。あとはこの家具もね、使いやすいもんね。これもいいよな。いや、こう見てみるとね、めっちゃオシャレだね。ケロッピーの部屋。はい、ということで本題に入っていきたいわけなんですが、今ね、サンリオのキャラがここにね、いると思います。ところで皆さん、このサンリオキャラクターなんですが、欲しいですか？自分の島に。おそらくね、アミーボカードをお持ちでない方は、欲しいっていう人、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。まあ、要するに需要があるわけですね。そういったところで通常の住民であれば、誰か欲しい人にあげることもできるわけなんですよ。例えば、普通の住民っていうのは、ちゃちゃまるとか、みすずとか、クリスチーヌとか、なんかここら辺のキャラを指しますね。まあ、もっと簡単に言うと、このトビーくん以外、全員普通のキャラですね。で、この子たちは好きにあげることができるんだけど、残念ながらね、このサンリオキャラ、うちの島でいうトビーくんはあげることができないんですよ。で、他の人にあげようと思ったら、どういった会話が発生するかというと、こういった会話が発生しますね。今画面に出させていただいたんですが、せっかくお友達になったけど、僕、明日にはここを出て実家に帰るんだよ。実家ってどこですか？真っ先にね、それを突っ込みそうになったわ。こういった会話になるみたいです。まあ、要するに何が言いたいかというと、普通の住民であれば他の人にあげることができるんだけど、サンリオコラボのキャラは他の人にあげることができないんですよ。理由としましては、このサンリオキャラたちが実家に帰るからですね。はい。それ以上でもそれ以下でもないです。実家に帰りたい。なるほどなっていう。納得がいく理由ですよね。まあ、そんな感じになっております。まあ、これはね、大人の事情が絡んでるっていうのもあるでしょうね。まあ、なんでかっていうと、このね、サンリオキャラたちはお金を出して、アミーボカードを購入して、その結果として勧誘することができたわけですよ。まあ、実質ね、有料キャラみたいな感じなんですよね。で、その有料キャラをね、無償で誰かに譲るっていうことは、まあ、大人の事情でね、まあ難しいですよねっていう、任天堂さんとしては許可することができませんと。まあそういったお話なんですよ。ただ、それをね、表に出してしまうとちょっとあれなので、まあこういった形でね、実家に帰るんだよ、みたいな。まあそういったぼかし方をしてるっていうことですよ。はい。ただ、実家に帰るっていうね、このなんかニュアンスが面白いな。実家に帰るか。なるほどなって思わされましたね。そうきたかと。ちょっと面白かったね。結論としましては、そういったお話になります。まあ仕方ないっちゃ仕方ないよね。まあ、どうしてもね、サンリオキャラがうちの島に欲しいぜっていう方は、アミーボカードを購入しましょうっていうお話ですよ。ちなみにね、公式サイトで確か購入することができたはずなんだけど、今でもあれってさ、購入することができたんだ。つい数日前であれば、まだね、申し込むことができたんだけど、今日はね、確認してないからわからないな。言ってもね、サンリオコラボアミーボカード終売でーすっていうことにはならないと思うので、おそらくね、大丈夫だと思いますよ。まあ、ちょっとね、入手するのが遅くなってしまうかもしれませんが、今からでも申し込むことができると思うので、まあ、そこについては問題ないのかなと思いますね。ただね、もう一度申し込むとなると、まあ、具体的にいつからになるんだろうね。まあ、もうちょっと待たないといけないのかな。すぐには申し込むことができないかもしれませんね。そして、公式ホームページから、申し込みされた方は、確かアミーボカードが3月26日に到着する予定なんでしたっけ？地域によるともう少し到着するのが遅くなるかもしれませんが、まあ、それでもね、3月26日以降からおそらく使えるようになるのかな。となると、今申し込んだら4月ぐらいには多分到着するんじゃないかな。まあそこに関しては任天堂のさじ加減だからわからないけど、まあ、サンリオアミーボカード、中売になるっていうことはおそらくないと思うんで、大丈夫だと思います。で、あとはね、サンリオコラボで思い出したわ。サンリオコラボ全種類紹介ということで、こちらの動画、別途投稿しておりますので、もしよろしければこちらの動画も重ねて見ていただければ幸いですね。おそらく手元にまだサンリオコラボのアミーボカード持ってない方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思っているので、じゃあ具体的にどういった家具があるのか、何ベルぐらいで販売されているのか、そこがね、全てこの動画で明らかになっているので、もしよろしければチャンネル登録をしてね、こちらの動画見ていただければと思います。おそらくあつ森やってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやーけどね、今回バージョン 1.9.0 更新データ、まあアップデートですね、入ったわけなんですけど、ボリュームすごいよな。うん、ボリュームすごい。まあいろいろね、まだまだ言いたいことはあるんだけど、一つね、気になったことがあって、まあ、これに関してはね、別途動画投稿してるんだけど、イースターですね。イースター結構衝撃的だったよね。なんでかっていうと、完全リニューアルみたいな、まあ、そういった形でイベントが行われるみたいですね。去年のイースターと今年のイースター比較して、具体的にどこが違うのかまだ明らかになってはないんですが、ただわざわざ公式さんがね、去年のイースター遊べない仕様にしてしまってるから、まあ何かしらね、大幅なアップグレードがあるんじゃないかなと予想してますね。あとはね、新家具も増えてるから、そこも楽しみだなと思いました。そうなんだよ、新家具がね、なんと増えてるんですよ。いやー、マジで任天堂さんすごいよね。無料アップデートでこのクオリティかっていう。牧場物語なんてさ、無料アップデートしてくれるんだけど、基本的に不具合の修正とか、バグの修正とか、そこだけですからね。他に何か追加機能とかありませんから、ちょっとそこがね、残念だなと思いました。まあ予算の都合とかもあるんだろうけど、もうちょっとね、何かしら定期的なアップデートとかがあれば、牧場物語、オリーブタウンと希望の大使も盛り上がると思うんですが、このままだとユーザーが早く飽きてしまいそうで、僕としてはね、若干怖いですね。まあ一応ね、有料ダウンロードコンテンツ、エクスパンションパスが存在するんだけど、あれもあれでね、まあ恋愛候補が追加されたりとか、ミニシナリオが追加されたりとか、まあいろいろあるわけなんですけど、ただね、あつ森みたいに完全新機能実装とか、特大イベントを無料で入れますみたいな、そういったね、ユーザーが喜ぶような、嬉しいアップデートが今のところありませんからね。まあちょっとそこがね、懸念点ではあります。はい。クリスティーヌちゃん、こんにちは。あ、シャッチ、今日もバッチリいけてるね。金くれ、阪神来たよ。最近カスタードパイがめっちゃ美味しくて困ってるの。カスタードパイがめっちゃ美味しくて困ってるってどういうことや。美味しくて困るとかあるの？けど俺はね、カスタードパイはそこまで好きじゃないかな。カスタードパイは甘すぎるだろう。まあ俺もね、甘党っちゃ甘党なんだけど、なんかそういうね、なんて言ったらいいんだろう。甘ったるいのは好きじゃないんですよ。ほのかな甘みが好きですね。例えば和菓子の甘みとか、団子とかね。まあそこら辺が好きですね。カステラとか。てかカステラって和菓子だっけ？洋菓子か。あれはね、和菓子じゃねえよな。まあいいや。はい、ということで、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。そして、先ほどの動画でも申し上げました通り、サンリオコラボ系の動画も出してたりとか、あとは牧場物語の動画も出してたりとか、様々な動画を投稿してますので、もしこの後お時間ある方は、他の動画も見ていただければすごくね、嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。